ますよね、チャンピオンになってからの実況を見た限りではね。バーム佐々木レフリーがベルトを持つ中、記念撮影が行われております。本日のメインイベント、ザ・下克上2017、本日のメインイベント、キングオブプリミアムワールドチャンピオンシップエイト様とるオブザです。蛍光バーとガラス画鋲棒のプラス圧巻テーブルデスマッチ時間制限一本勝負となります。非常に長い試合のタイトルですね。青コーナー挑戦者172cm92kg、武田雅史。さあ大歓声ですね。本当にフリーダムスのファンの間でも武田雅史待望論があるというのがありありと伺います。チャレンジャー武田雅史、追い込まれた若きチャンピオン正岡大輔、悲壮感漂う表情でコールを受けました。本日のメインイベントタイトルマッチです。さあ武田選手がもしこれに勝つようでしたら第4代王者に続いての2度目の戴冠となります。そして開始のゴング前から後楽園ホールを包んでいるのが武田コールですね。は武田にあるんでしょうか。そういったミーを跳ねのけてでも正岡大輔このベルトを防衛しなければなりません。なんといっても初防衛戦、やっとの思いであのビオレントジャックから脱出したこのベルトを初防衛戦で手放すわけにいかないですからね。つい10分ほど前は全く違った試合が行われていたこのリングショーです。この振り幅の広さ、プロレスリングフリーダムス欲しいですか。しかしこれはプロレスの試合でございます。たとえデスマッチであってもスタートは基本通りの動き、リストロックからハンマーロック、そしてヘッドロックといきます。おっとその中で油断も隙もあったものでございません。ちょっと気を緩めたら最後ボードに叩きつけられてしまいます。ヘッドシサス、これを切り抜けるように。武田雅史選手は2014年の12月25日に葛西潤に勝ってこのベルトを巻いております。その時の初防衛戦の相手がこの正岡大輔でした。はい、その時は武田雅史の完勝に終わっております。その後武田雅史は源太郎、藤田美濃、杉浦やビオレットジャックに防衛を果たしておりますが、葛西潤に敗れてこのベルトを手放しております。それ以来の王座奪回となります。あと正岡選手はそのビオレントジャックからベルトを奪取したんですけども、はい、その前チャンピオンのビオレントジャックがあまりにも良かったのでどうしても比べられてしまいますよね。そうですね。今日世代的にはビオレントジャックもその若い選手であそこまでやったわけですから、はい、正岡大輔もね、勝てないことはないんですよね。はい、さあ蛍光と早くも自分の頭にぶつけて叩き割って、そして蛍光と、さらにこちらにも蛍光灯がある。すでに蛍光灯の破片が飛び交っております。リング上タックルで吹っ飛ばされた正岡が場外にエスケープする。そしてその後を急ぐ手にした武田が追います。両手を椅子でぶち抜く。高校のレスリング部時代からデスマッチファイターになりたいという夢を抱いておりましたこの武田雅史、学校の授業中に自分の額に画鋲を突き刺して練習だと言い張っていたそうでございます。どんな学生だったのか。はい、だから藤田ジュニアハット選手がね、この時、はい、高校時代の後輩だったので藤田選手から聞いたんですけど、ハヤト選手から聞いたんですけど、公園でこうやって蛍光灯を持ち込んで公園で自分の頭を叩き割ってたそうでございます。さあそんな狂った学生時代を過ごした武田雅史を破ることができるのか正岡大輔。さあ蛍光灯で逆襲し、そしてその額にこの蛍光灯の鋭い切っ先を突き立てます。この試合こそ使えるものは何でも使えというやつですよね。先ほど木本健二は、使える赤ん坊でさえ使っておりました。ここから流れを変えることができるでしょうか。正岡大輔が武田雅史をリング内に投げ入れます。ここから逆襲が見たいところ、武田は額から流血、ガラスボールを手にいたします。
ないのではないでしょうか。横45度ほどに斜めに設置してブレンバスターを狙いますね。だいぶなんですか。ショックですかね。混ぜ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 、リバースブレンバスター膝からいった。いやー、リバースブレンバスターが待っていた。こういう展開であまりリバースブレンバスターって使われないですからね。これは今日疲れました、正岡大輔。はい、意外な技で切り返しました。まあこの辺はやはり百戦錬磨、デスマッチのキャリアでは上回っております武田正史。蛍光灯で一撃し、その割れたこのガラスの破片の上のボディスラムです。まずい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 、粉々に砕け散ったこのガラスの破片。まあ皆様もね、本当これがどれぐらいの痛みなのか、こうご自宅でね、ガラス割ってその上に寝ていただければわかります。あ、さあさあここで空き缶、さあこの半分に切られたこの、ああ、知ってる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 知ってます知ってます。いやー、うわー、機関のこの鋭い、これ本当あのナイフとかのね、刃先と変わんないですからね。刃物よりこう粗い分逆に痛そうですよね。刃物より粗い分痛いと経験あるんですね。あ、あるんだ。クルタブとかで。クルタブとかで。いや、本当ですよね。あ、大友さんが自身の経験に基づいて語っております。いや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 。お気をつけください。あ、先ほどのでね、スリスリでもう期待がばっかりでございます。そして、鉄柱攻撃も蛍光灯を使うというこの頭の良さ。いや、本当に武田選手がその卒業した自由学園っていうのはこういうことを教えてるんですかね、これね。多分学校の授業では教えてないと思うんですけど、カウント2、危ないところです。まあ、完全にこの今のところはこの世界観としては武田正史の世界観ですよね、これね。これを乗り越えないことには真のチャンピオンを名乗ることができません。結構そのベルトを持つというのは本当そういうことですよね。一つ一つそのね、自分の先を行ってた人たちを自分の世界観で上回らなければチャンピオンとして成長していけないわけです。膝をぶち当てます。そしてまたしてもほとんどはテーブルごと。ご覧ください、この無数の何個ある、これ25個くらいはあるでしょうか。すべてこの空き缶のこの頭はこれ切られております。さあ串刺しの2位から葛西潤が流血したままセコンドついてますね。流血してるセコンド、あー、蛍光灯ごとぶち抜かれてしまいました。さあホーリー行く、攻めてる武田コールですからね。ちょ、攻められてる方のね、コールが、この時はどっちのコールを受けました？攻められてる方ですよね。通常は攻められてる方にコールが集中するはずですが、攻めてる武田へ武田コール。それほど今2位を掴んでおります武田正史。2位というかね、フリーダムファンの、はい、ところを掴んでおります。なんとかブロックキック、ミサイルキックで反撃し、正岡が場外に追う。ラテブラダニーター。さあ、行くぞと気合を入れました。しかし気を入れた後に、こうね、手元の椅子のところにちょっともたれかかってしまうほどダメージがまだ残っております。力さんのね、こう背中の力っていう文字がどうしても気になって思わず拾ってしまう。すいません、あの視聴者の皆さん、すいません、あの試合と関係ないところ拾ってしまって申し訳ないですけど、どうしても拾っちゃうんですよ。さあ蛍光灯玉をホイップしてのそこにミサイルキック、蛍光灯玉ミサイルキック。
ょっと突っ込んでしまったら画面を通じてこの蛍光灯のこの煙がですね、こっちに伝わってくるのでどうしても咳込んでしまいます。申し訳ございません。しかし今の蛍光灯ミサイルキックで流れを変えたでしょうか。さあ先ほど入場時に持ち込んできたこの中に何が入っているかというと画鋲でございますね。さあ黄金の川が流れてまいりました。ガラスが割れてる。そうですね、ガラスの破片とそして画鋲が混然一体、まるでミキサーにかけたかのように練り込まれる中に、さあシュバインを狙うんでしょうか。おお来た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 、おお痛みのあまり武田正史がエビゾっております。さあフォール、おお返しますね。さあ画鋲と無数の画鋲とガラスの破片がまぶされております。キャンバスの上にシュバインに叩きつけましたがカウント2。さあ今度は正岡が空き缶テーブルを、これを45度に設定いたしました。何を狙うでしょうか。試合時間10分経過、またしこさファイヤーマジキャリーで担ぎ上げます。もしかし背後に着地、ジャーマンを狙うバックエルボー、引き離す引き離す、そして正面からフランケ、いやー止めた、あっとっとっとだー、うわー、まさかの背中に無数の丸い傷、丸い傷、円形の傷が。さあ決まるないコールです。ここで決まるないコール、うわーさらに蛍光灯をぶち抜く。しかもテーブルは真っ二つですからね。ジャーマンスープレックスホールド、あー返す、危なかった。ご覧ください、正岡のこの背中、背中の吸引のね治療のように丸がいくつもついております。50丸どころの騒ぎではございません。丸の数の分だけ痛みを味わっております正岡大輔。しかしジャーマンスープレックスをカウント2で返しました。ダウン状態、さあこれダウンカウントが入る可能性もあります。テーブルクラッシュ、空き缶テーブルクラッシュ、そしてそのそこから離れた空き缶がまだ無数の空き缶がキャンバスで残っている中、どうやら4脚、椅子4脚をセットする模様です。嫌な予感がいたします。はい、そのセットされているその位置をご覧ください。すぐ近くにはこれがあります。画鋲ガラスボード、うわ、正岡選手の背中、まるで油絵で塗りたくったかのようなこの背中、すでに両者とも背中もそして胸も血だらけ。流れ式ブレンバスターを狙うのか、この距離感まさにぴったり、いやブレンバスターじゃない、いや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 、これはまずい、これはまずい、裏投げを狙うが、なんだなんだ、さあパワーボムを狙う、さあ流れ式パワーボムを正岡が狙う、さあ踏ん張る武田の腰のあたりを一撃、蛍光灯がオンザ画鋲ガラスモード、さあホール行く、遅れたが、あその分返される。もちろんこの試合ですぐにホール行くことはできません。しかし這いつくばって相手の上に覆いかぶされましたが、武田がこれをカウント2でクリア。さあこの辺りは正岡コールも聞こえるぞ、さあ民意を変えたか、民意を変えたか、あーしかしなんと膝、またしてもジャーマン今度は投げっぱなし、すぐに立ち上がる、ラリアットを切り返し、ジャーマン真っ逆さま、しかしこれも立ち上がる、あー膝ー、ロッキンポが来た、ロッキンポが来た、しかしすぐに立ち上がりスーパーキック、
どちらも引きません。どちらも飛びません。どちらも顧みません。まさに顧みない者同士のデスマッチ。熱狂空間後楽園ホール、キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ。まさにエンドザバトルオブデス、終わりが見えない戦いが繰り広げられております。しかし勝者はたった一人、ダウンカウントが数えられる中、ほぼ同時に上半身を起こす、そして膝立ちの状態でエルモ合戦だ。意地だけですか。意地だけで戦ってる二人。エルボーに打ち勝ったか。いや、起き上がるヘッドバット。エルボーパンチか、今のはパンチか。そして蛍光灯束、あー首筋の手ローキックかわす。その蛍光灯で脳天一撃、まだ行く、カウンター。そしてトランスレイブワン。15分が経過したメインイベント。さあチャンス、勝機、武田の動きが止まった、武田の動きが止まったぞ。勝機を得た、起き上がる武田。さあ追いつくか追いつくか、追いついた、コーナー上の正岡が飛ぶ前に追いついた武田。さあ武田コールも正岡コールも聞こえる。ヘッドバットからスパート、なだれ式回転味固め、叩きつける、貫通。なだれ式回転味固めで後頭部を叩きつけたがカウント2。しかしこれでもはや完全に武田の動きが止まっているぞ。千載一遇のチャンス、千載一遇のチャンス、ふらつく武田に、コーナー最後の中ロークな回抑え込む、3つ入った。勝った勝った、正岡が勝った。いやー、あれだけ攻められながら